はいどうも、かずきです。ですね、今回は富士フイルムの噂されている新製品について少しね、僕の考えをお話ししたいなと思います。で、皆さんもね、ご存知かもしれないですけども、XH1 の後継機、XH2 というのが2022年に発売されるんじゃないかというふうに噂されてますよね。で、これあくまでね、噂の段階なので、正確に出るかどうかっていうのは公式でまだアナウンスはないです。まあね、こういった噂の情報って結構ね、最近すごくよく当たることが多いので、まあ関係者が何かが情報をリークしてるのかなっていうふうに僕は思ってるんですけども、まあ 8K 動画に対応しますというふうに言われていて、ついに富士フイルム機でも 8K が撮れるようになるのかっていうふうにちょっと思ったんですけども、まあ個人的にはですね、あの 8K 動画いらないかなっていうふうにちょっとね思ったりとかもしたんですよ。でどうなんですかね、富士フイルムユーザーの方は 8K を望んでいるのかどうかっていうところで、僕自身ですね 8K EOS R5 で使ったことあるんですけども、 YouTube にもね以前ちょっと上げたんですけども、まあ重たいんですよ。で、編集も重たいし、YouTube に上げるのも重たいし、YouTube で見るのも重たいっていうところで、まだいわゆるその環境っていうのが整ってないなっていうふうに 8K に関しては感じるんですね。で、プラスアルファモニターっていうのも、8K モニターとかってまだすごい高いですよね。で、そんなにまだ数もなくて。で、今になってようやくね、4K モニターっていうのが割とね、主流になってきて、4K テレビっていうのも普及してきました。で、ようやくね、僕も含めて、まあこういったね、普通に趣味で動画を撮る程度の方なんかも、やっぱり 4K 動画を気軽に撮れるような状態になってきていて、4K がね、ようやくね、普及し始めてるなっていうふうに感じるんですよ。結構 4K 始まったのって昔じゃないですか。8K ってやっぱりまだまだなんですよね、その辺が。ってなった時に、8K ついてるから買うっていう風にはね、ちょっと僕はね、あんまりなんないかなっていう風に感じたんですよ。で、プラスアルファ僕がちょっと気になったのは、8K 動画に対応することで、結局画素数っていうのを増やさなくちゃいけないはずなんですよね。普通の CMOS センサーであれば。まあ、4000万画素であったりとか、あとはね、3600万画素ぐらいになるのかなっていう風に思うんですけども、まあやっぱり、画素数を上げると、ISO感度耐性も弱くなるじゃないですか。で、プラスアルファダイナミックレンジも狭くなるみたいなデメリットもやっぱりあって、スチールユーザーとしては、どっちかというと、こっちの ISO 感度耐性であったりとか、ダイナミックレンジであったりとか、オートフォーカスの精度、この辺をですね、しっかりとこうベースアップしてほしいなっていうふうに感じているんですよ。で、そうすると、やっぱりいろいろな環境で、富士フイルムのカメラがより使いやすくなりますし、このいわゆるの一眼レフカメラを持たれていた方もそうですし、ミラーレス一眼を他のメーカーを持っていた方もそうなんですけども、富士フイルムのカメラを使って例えば超望遠で何かを撮ったりとか動体撮影をしたりとかっていうのもこうできるようになってくるんですよね。で、その方が視野が伸びるんじゃないかなっていうふうにね、個人的には思っているので、まあ 8K 動画に対応したからといってそういった性能が低下するかっていうのはまだね、わからないんですけども、個人的には ISO 感度耐性の向上と、あとはオートフォーカスの速度の向上、追従性の向上ですね。あとは、瞳 AF ですね。ここの向上っていうのも個人的には期待してるんですよ。で、動物の瞳 AF にもできるようになってほしいと。ダイナミックレンジも向上してほしいなと思っているので、で、プラスアルファで 8K が撮れるんであれば、まあ、8K はね、別に使わなければいいだけの話なんで、ついている分には個人的には問題ないんですよ。はい。で、そんな風に感じました。多分ね、8K 動画に仮に対応するのであれば、メモリースティックっていうのも、今はね、SD カードの UHS-II 規格に対応してますけど、キャノンとかソニーを見てわかると思うんですけど、 CF エクスプレスとかになってますよね。で、富士フイルムもね、おそらくそういった記憶媒体になるのかなっていう気が個人的にはしています。まあその方がデータのね、転送速度も上がりますし、普通にね、連写しても書き込みの時間が早かったりとか、パソコンの読み込む時間が早かったりとかするのでメリットがあるので、この変更に関しては個人的にいいなっていうふうには感じるんですけども、どうでしょう、結構高いんですよね、 CF エクスプレスって。なんで手軽で買えるような記憶媒体ではあんまりないんですけども、まあその辺もね、こうやっぱりユーザーからするとちょっと敷居が高くなってきてしまうのかなっていう風にちょっとね、感じたりとかもしました。まあ XH2 っていうカメラがもしかしたら富士フイルムのフラッグシップ機みたいな位置づけにね、もしかしたらなるのかもしれないので、そういった意味であればね、ある程度高くてもね、いいのかなっていう風に、個人的にはね、まあ感じたりとかもしています。はい。まあ、仮に、そのスチールとムービー、どちらもいけますよっていうような、このフラグシップ機として H2 が出るのであれば、おそらくね、バリアングル液晶になってしまうのではないかなっていう風に感じるんですよ。今のね、XH2 なんかは、チルト液晶になってますよね。三軸チルトモニターでしたっけ？なんかちょっと、こう、変わった感じのギミックになってますよね。で、まあ、あれが廃止されて、おそらくバリアングルになるんじゃないかなっていう風に感じるんですよ。個人的には、その辺のバリアングル液晶っていうのはね、撮影していて非常に撮りやすいので、僕はもう慣れてしまったんでいいんですけども、
まあ、ここに関しても昔の方が良かったっていう人が出てきそうだなっていうふうにはちょっとね感じたりとかもしました。今申し上げたのが僕がねこの噂されている XH2 に感じたことですかね。まだね実際のところどうなのかは分からないんですけども、ちょっとね 8K 動画が出るかどうかっていうところで、まあ個人的にはそんなに魅力的なスペックではないなっていうふうに今のところね思っております。あとはねあの X+E の後継機がいつ出るんだろうなっていうふうにねちょっと期待してるんですよ。そろそろ、まあ、チタンを使うのかどうかとか、あとはこの辺のデザインっていうのもねちょっと変わってくるのかなっていうふうに感じますし、あとはね個人的にはねこの液晶をねまた元に戻してほしいなっていうふうにもね感じているので、その辺がねちょっと気になるんですよ。でボディ内テブレ補正入れる入れないっていう問題もあると思いますから、まあ、ボディ内テブレ補正に関しては正直ね XF の 90mm 使っている時はついてたらいいなっていうふうに感じるんですけども、それ以外のレンズを使っている時なんかはあんまり手ブレ補正が欲しいなっていう風には僕がね X+3 を使っている限りでは、まあ、ないかなという風に感じます。まあ、ついてたらついてたで便利なんで、まあ、ついてくるとは思うんですけども、はい、まあ、そのように感じました。ってな感じでですね、今回は富士フイルムの新製品に関する噂というところでいろいろとお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ってな感じで今回はこんなところで終わりたいと思います。それではバイバイ。